ウッドヘンジは、イングランド南部のウィルトシャーにある、世界遺産、ストーンヘンジの地域に位置する新石器時代の、クラス2ヘンジと、木柱サークルの遺跡である。ダーリントン教区内のストーンヘンジの北東を約3.2キロメートル、エームズベリーのすぐ北にある。ウッドヘンジは、アレクサンダー・ケーラーと OGS ・クロフォードによる、航空考古学調査の後、1925年に、確認された。 クロフォードは1925年、ギルバート・スチュワート・マーチニン・インサール・少佐によって撮られた航空写真により発見を確信。ベン・カニングトンとモード・カニングトン夫妻が1926年から1928年にかけて、もともと同カバーとして知られたその場所を発掘した。発掘による土器は、 中期新石器時代の溝のある瓦家の様式と一致することが判明し、また後にビーカー式土器の破片も見つかった。したがって、その構造物はおそらくビーカー式土器として一般に知られている文化と同時代に建設された。ビーカー文化の期間は、後期新石器時代と初期青銅器時代の両時代にわたり、文化分類として知られる特色のある。 亀城ビーカー型土器も、後期新石器時代と、初期青銅器時代における他の地元様式の土器も、含まれる。木造遺跡の構築は、おそらくそれより早く、その溝は、紀元前2470年から2000年にかけての、年代とされ、それはストーンヘンジにおける、ストーンサークルの構築と、ほぼ同時代か、あるいはわずかに後である。 人工物の放射性炭素年代測定では、紀元前1800年頃にはその場所が使われていたことがわかっている。ウッドヘンジの構成図この遺跡は、柱穴での6本の同心大円状の管によって構成され、最も外側は幅およそ43、40メートルとなる。それらははじめに、深さ2.4メートル。 幅が最大で12メートルとなる一本の平底の溝で、そして最終的には幅およそ10メートル、高さ1メートルの外類に囲まれている。外径は110メートルを測り、その場所には北東に一つの入り口があった。輪の中央には、カニングトンが奉納の池にと判断した、体をかがめた子供が埋葬されていた。しかし、発掘の後にその遺体は、 ロンドン大空襲の間に、ロンドンで失われ、再調査はできないままである。カニングトンは、同様に、入り口の向かいとなる、溝の東部分を掘った墓穴から、かがんだ10歳代の埋葬を発見している。168の柱穴の大部分は、木製の柱を保持したが、カニングトンは一組の立石が2番目と3番目の、 柱穴の間の間に置かれたであろうという証拠を見つけた。2006年における最近の発掘では実際に少なくとも5つの立石がくぼみに配置された場所にあったことが示された。最も深い柱穴は最高2メートルを測り、それらが保持した木柱の高さは地上7.5メートルに達したと考えられている。それらの柱は 最大5トンの重量があったとされ、それらの配列は、ストーンヘンジのブルーストーンのものに類似していた。柱穴の位置は現在、その場所を表示する簡単で有益な方法として、現代のコンクリートの柱で示されている。さらに、ストーンヘンジとの類似が、カニングトンによりすぐに見出された。双方とも、 下シの日の出の方向にほぼ入り口があり、そして、ウッドヘンジの木柱サークルと、ストーンヘンジにおける、ストーンサークルの大きさは、類似している。ストーンヘンジダーリントンウォールズウッドヘンジウッドヘンジの、発見から40年余り後、同じ規模の別の木柱サークルが1966年に、発見された。 ウッドヘンジの北わずか70メートルに位置するダーリントンウォールズヘンジとして知られるようになったものの、うち南のサークルとして知られる。その場所に立っていた木柱の構成及びそれらの目的については考えられる様々な説があるが、それは各柱が独立して立っていたというよりは屋根のある構造物の一部であったと考えられる。 長年のストーンヘンジの調査研究は、ウッドヘンジの理解におけるどんな大躍進も影を薄くさせてきた。ストーンヘンジリバーサイドプロジェクトの一環としての最近の調査は、現在、その場所において、近隣の遺跡やストーンヘンジとの関係に新しい光を投げかけ始めている。学説においては、その場所はすべて構造物が道によって結ばれ。 かつ英文川の地勢を組み入れた全体配置において統合されうるということが浮上している。一つの提言においては、石材に対する木材の使用は生と死の転換に伴う信仰や慣習における特別な意味を持ったと申される。ウッドヘンジの前景ありがとうございます。